こんにちは。こんにちは。バイチャーチャンネルママです。今日は兵庫県八北にある森と僕の休日に来ています。待ちに待った、キャンプ場やっと予約取れて、なかなか池のほとりサイトが、予約取れないんで平日に来ました。いいところです。めっちゃ涼しい。昔はねよくスノーボードでハチは来てたんですけどね。来てましたね。うん、冬ばっかりやったから、夏のこのハチ来たってめっちゃ新鮮やし、想像つかなかったけど、夏は夏でいい。スノーボードでね、思い出が、まあ、頭割れた。頭割られてましたね。割れたな、ちょうどこけた時、後ろからもこけてきて、エッジで、サンって、何針か塗ったっていう。2時間ぐらい行方不明だった。変わってくれへんなーって思ったら、もう呼び出し。置いてかれたからね、みんなに。わーってなった。みんなわーいって言ってるところに、私一人だけちょっとこけてしまって。こけて、後ろの人こけて、まあ知らん人やけど。もう、血まみれの大惨事になりましたけど、生きててよかったです。思い出深い場所ですね。思い出がいっぱいです。八北は。冬キャンプもできるってことで。どうですか、スノーボードをしながらそのままキャンプサイトに帰ってこれるみたいですけど。めっちゃええよね。いやもう苦い思い出あるからやりたくないやろ。いや私はもうスノーボードやれへんよ。キャンプ、みんな滑ってるとこをこのサイトから見とくわ。あ、いいっすね。うん。子供たち滑ってください。私滑ってもろくなことないんで。そう、だから、うん。そんな思い出のある土地です。兵庫県香美町。香美町。兵庫県香美町。いいところですね。冬は。初めての夏。そう、初めての夏。しかもキャンプってことで。今日は5組しかいないんですよね。5組しか入ってない。まあそんなになんか取らへんキャンプ場。通常も10組ちょっとぐらい、うん。で、平日ってことで少ないみたいですけど。あとお風呂も無料で入れるっていうことで。あ、この池のほとりサイトはもう1日1組限定。で、やっと取れました。平日やけど、ね。子供たちは夏休みやから。思いっきり楽しみたいと思います。そうですね、はい、じゃあ早速。カエルがおるらしい。もう池にはオタマジャクシがもういっぱいで、もう子供大興奮。オタマとカエルがもうアメンボもめっちゃおるし、まあそんな中での設営していきましょう。パイテオキャンプスタートしていきます。設営しましょう。スタート。내자유로운 soul, leave me be, please. 문제가돈이라면 I'll be filthy rich. But 걱정따윈없지나는 rich. 패밀어따위는너언제나보이는건 no, no. 속도로내야돼 huh? 페로트럼메로 yeah. I don't really care, just move out of my way.
Reaching for the stars, always on the right road. 사실 어떤 길이라도 크게 상관없지. Finna make it work, 늦더라도 golden. 삶은 마치 rolling, 당첨까지 rolling. I'm put on down, give them all, give them 100. I got a lot of my mind, 아직은 나 힘이 들어도 I'm grinding. Yeah, yeah, 나는 나의 신치 않아. 목소리 내야 해, 목소리 내야 돼. はい、設営完了しました。いやー、終わりましたね。終わりました。2時間ちょっとで。2時間ちょっとしたね。ね、もう、その間に子供が池に落ちるという惨事があったけど。靴とズボン履き替えました。うん、まあ、想定内です。山見ながら、コーヒー飲もう。時間あるっすもんね、ランドまで。ちょっとね、ゆっくりしよう。久々にゆっくりしますか。うん、ゆっくりしよう。もうなかなかキャンプでゆっくりできることないから、うん、汗かいたし、ちょっとコーヒー飲もう。コーヒー飲んでいきましょう、うん、はい、飲んじゃいましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。コーヒー飲んでゆっくりしましょう。うん、こんなゆっくりできるキャンプないで。ほんまいい景色の中でね、池が目の前にあって、うまっ。うまい、おいしいな。おいしい。コーヒーいいっすよね、やっぱり。うん、無印のあの豆ですけども、あ、無印も豆って、無印のあのオリジナルブレンド。どっちが美味しい、カルディと。カルディもいろんな豆あるからな。あ、カルディオリジナルか無印か言われたらやっぱカルディやわな。やっぱコーヒー屋さんやもん。やっぱカルディかケニアって言われたら、やっぱりケニアやな。でケニアか淡いって言ったら淡いやな。やっぱ甘いが最高やな。淡いさんや。
これはツイッターで相互フォローさせてもらってるちゃんちゃんさんからいただいた巻き割り台でございます。これで今日は巻き割ってみたいと思います。ちゃんちゃんさん本当にありがとうございました。使わせていただきます。そうですね、うん、いいよ巻き割り台。やっぱり巻き割り台あるのとないのとじゃ全然違う。めっちゃスムーズに割れました。初めて巻き割り台使ったけど本当にありがとうございます。これで薪もどんどん割れると思います。だんだん暑くなってきたけど今日は暑くなりそうやな。あーめっちゃ日差しやばい。ここ木陰やからマシやけど出てみな飛ぶぞ。ダブダブということで朝ごはん作りましょう。じゃあ作ってみます。はい、tell the truth real fast, and then we're probably done at last.
is I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. ほんまに来てよかったです。あの兵庫県でこのあのキャンプ場行ってるけど、ここまでいいなって思ったとこないかも。兵庫県でナンバーワンかもしれん。兵庫県ナンバーワン、兵庫県ナンバーワンキャンプで。ナンバーワン推しで行きたいと思います。人数少ないがやっぱりな。そうそうそう、あやっぱあれかな。平日やったからかな。でも休日もあれ10分ちょっとね入ってた。うん、だからそのフリーサイトにもうちょっと入る感じかな。15分ぐらいやな。うん、またぜひ行きたいと思います。池のほとりがいいです。冬ですか。冬でも車近くまで持ってこられへんやろ。そうやね、荷物は運搬してもらわないと。八木田の駐車場に止めやかん。それがちょっとしんどいかな。まあでもいいキャンプ場に出会えてよかったです。うん、お風呂も良かったし、もう池に無数のオタマジャクシ1万匹ぐらいおるんじゃない。おると思う。見渡す限りオタマジャクシ。うん、オタマジャクシが気にならへん方は。気が気にならへんってどういうこと。オタマジャクシの形状がどうしても嫌やっていう人もおるかも。形状が嫌や。ああ、いや可愛いで。でも見た目はな、あの、うん、あのちっちゃくて、うん、あのめいちゃん思い出すもんね。トトロね。オタマジャクシ言うてまあでも今だけやろオタマジャクシな。うん、うん、カエルもおるし、やっぱりオタマジャクシがこんだけおんな。旅立っていくよね、カエルも。そうそうそう。ということで、森と僕の休日っていうキャンプ場ですけど、おすすめです。ぜひ皆さんも機会があれば来てみてください。じゃあ、あれやね、撤収していきましょう。コーヒー飲み終わったら撤収しよう。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございます。おらんよろしい。今回も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた会う日まで。
お元気で。バイケアママでした。バイバイ。